アメリカの政府機関のコンピューターシステムがサイバー攻撃を受け職員らおよそ400万人の個人情報が漏れた恐れがあることが分かりましたメディアは中国のハッカーが関与していると伝えていますサイバー攻撃を受けたのはアメリカの政府職員の人事を管理している連邦人事管理局です連邦人事管理局は去年サイバー攻撃への対策を強化していましたが今年4月 対策前の時期に何者かがシステムに侵入していたことが判明したということです政府の職員や元職員の個人情報およそ400万人分が漏れた恐れがあるとしていますワシントン・ポストなどはその中には職員の担当や評価などの情報が含まれていると伝えています現在 FBI 連邦捜査局が捜査に当たっていますがアメリカのメディアは政府関係者の話として サイバー攻撃には中国のハッカーが関与していると伝えています。